マルティン・ダムは、チェコリベレッジ出身の男子プロテニス選手。長年にわたり、ダブルスのスペシャリストとして活動してきた。ATP ツアーで、シングルスの優勝はないが、ダブルスで40勝を挙げた。1990年に、プロ入り。ダムは早くも1993年、全米オープン男子ダブルスで、カレルノ・バチックとペアを組んだ準優勝がある。ダムは、 2003年からダブルス2000年。リーンダー、パエスと組んだ2006年全豪オープンでは、アメリカのブライアン兄弟に敗れて、準優勝になったが、全米オープンで、ヨナス・ビオルクマン、マックス・ミルヌイ組を破って初優勝を飾り、ダムは34歳にして4、大大会男子ダブルス初優勝を達成した。ダムは混合ダブルスでもクー・ベタ、ペシュケと組んで決勝に進出したが、ボブ・ブライアン、 マルチナナブラチロワ組に敗れて、準優勝になった。2008年北京五輪男子ダブルスでは、パベル・ビズネルと組一1回戦で、第2シードのセルビアのノバク・ジョコビッチ、ネナド・ジモニッチ組に6から3、0から6、2から6で勝利したが、2回戦で、ポーランドのマリウシュ・フィルステンベルク、マルチン・マトコフスキ組に6から1、6から7、5から7の逆転で敗れた。 2011年に現役を引退。引退後はライアン・ハリソンのコーチを務めた。ありがとうございます。